ジャックン。ジャン君。うい。かっこいい。ジャン君。ジャン君、今日は涼しいね。おや？ポンちゃん？ポンちゃん、いい感じですか？ジャン君、あれね、2人ぐらい入れるよ。2人で入ってみたら？ジャン君、こんなのありますよ。あれ？あれ、気づいてないのかな？こう洗ってきたの。やっくん、はい。バンバンがくれたよ。あ、まだ濡れてるんだけどね。いいね、じゃんけん。ちょっとまだ濡れてるんだよね。こっちも出てきた。なんか遊ぶって感じないっすね、もううちの君子たたちち。は食欲の方が。今あげます。はい、どうぞ。結局、食いたいんかい。この葉っぱが食べたいんだね。だからって猫草買うとさ、ちょっとしか食べないんだよね。なんででしょうか、君たち。不思議でなんござかさ、こう遊ぶために生まれてきた葉っぱなんだよ、これ。ます。そうだよ。君たち。食べていいから、先っぽの穂のところでさ、遊んでくれはりませんかね、ポンちゃん。あるよ。はい、もりもり食べています。ここの一番下に尖ったのあるよ。あ、それでいいな。それポンちゃんの。ほら、ここここ。これだよ、これだよ。ここ。で、吐くのね。そうだね。今朝でも上手に受け止めたよ。まあ、おいママはですね、夜中というか明け方か朝な方？に、ジャン君だったの、あれは。ジャン君だった。ケホケホって言い出したら、一瞬にして、起きてですね、助けに行きました。俺、なんで目覚めたの？同じようにやっぱり目が覚めたのか私がすごい勢いでな。ああ、動いバたっていサーうのってもある動いかもたしかられなか。いけど、ケホケホで起きるよね、やっぱりね。で、お布団のすぐ横の、根っこ型かごみたいなところでケホケホ言い出したから、あ、絶対お布団にすると思って、両手を差し伸べて、そーっと差し伸べて、ジャン君がこうほら差し伸べると避けちゃうので、避けると結局変なとこに吐かれちゃうから、なるべく避けられないようにそっと差し出して、
全部受け止めました。手で受けたんですよ。すごいです。手が早いですよやっぱり一番早いのね。もうプロです。はい。